これまでの、まあ、ガンダム作品の中でやっぱりこうファーストガンダムがあまりにも偉大だったので、ファーストガンダムに出てくるようなものとか、まあ、その設定やいろんなものっていうのを触るっていうのってタブー視されてたと思うんですけど、このシードっていうのはそこをこうある種こう突き抜けたところに魅力があったというか、昭和や平成をこう貫いて世代を問わずファンを獲得した大きい要因だったように思うんですね。だからそれもあって今回ある意味では僕もタブーを犯すというか、略称のシャア、ファーストガンダム、やっぱり本当はそういった系譜の中からこの令和という時代になんかその時代を貫いたものをちょっとタブーとして触っていこうっていうところで今回作品作りさせていただいたので、同じようにこの劇場もたくさんの方にご覧いただけたらすごく嬉しいです。最初のキービジュアルでもキャラクターだけのポスターでキービジュアル、ファーストのキービジュアルだったと思うんですけど、それが意味するところって人間模様というかある種こうラブストーリーなんだというお話だったので、僕にとっても楽曲がシードに対する僕のラブレターじゃないですけど、そんな思いで歌わせていただいている感覚かなというふうに思っていますね。